オオサンショウもは、シダ植物も、三章も下三章も属に分類される、水生植物の一種。熱帯アメリカ原産で、日本では観賞用の水草として輸入されており、外来種として問題視されることもある。熱帯アメリカを原産地とする。日本でも兵庫県や愛知県で野生化している。富裕性の一年生から多年生の植物で、故障、水路、水田に生育する。 本種は生育速度が速く取り扱いが簡単なため不栄養化した故障の水質の浄化に利用しようとする試みが数多く行われてきた。一方で大量に繁茂した本種が枯死して逆に不栄養化を発生させることもある。干渉用、水質実験用に輸入されていたが日本では1995年に愛知県豊橋市の河川で野外への定着が確認された。 定着が拡大した場合、在来種の参照もと競争し、駆逐する危険性がある。そのため、外来生物法により要注意外来生物に指定されている。オーストラリアやアフリカでは、在来水生植物を脅かし、水田の雑草となっている。ABO 参照も国立環境研究所、新入生物 DB、島田助氏、矢島佐渡辺幸夫、 王山章もによる、水質浄化に関する研究。王山章もによる N、P 九州の基礎的実験。千葉大学園芸学部学術報告第41巻。千葉大学。1988年3月18日。15から21ページ。年度1100億470万1378。ABCD 滝康彦。財団法人自然環境研究センター。 決定版日本の外来生物平凡者。2008年4月21日。ISBN 978から4から582542417。ありがとうございます。